兵庫県三田市新月院にあるシラス文平夫妻の墓。シラス文平から1935年10月23日は日本の実業家である。兵庫県三田市に生まれた。父はシラス大蔵、子に、シラス二郎、孫に、牧山慶子がいる。幼少期よりアメリカ人の家庭教師にも学び、築地大学校を卒業後、ハーバード大学、ボン大学に留学。 この時の留学仲間に、この絵集まやニトベ稲造、ゾウ、カバヤマアイスケラがいた。帰国後は、三井銀行や大阪宝石に勤めるが中途で退社。その後、兵庫県神戸市中央区栄町に、貿易会社シラス商店を創業し面貿易により、発展して巨万の富を築いた。合法ながら傲慢な性格で、周囲からは、シラス将軍と恐れられた。建築が趣味で、 多くの邸宅を次々に建て、それらは、シラス屋敷と呼ばれた。兵庫県川辺郡伊丹町北村に建築した、邸宅は4万坪の敷地に、コロー、モネ、マティス、ピカソなどの作品を収めた、美術館やレンガ作りの給水塔などを備えた、ものだったという。シラス商店は1928年に、昭和金融恐慌により倒産。その後は、 阿蘇山陸の大分県武田市を木町に洋館を建てて移り住み、その地で死去した。去年67。なお、現在、名前は文平として広まっているが、資料にはミスター BP シラスと見えるものもあるようであり、文平であった可能性が高い。ありがとうございます。